こんにちは。悪名は無名に勝るっていう言葉があります。まあ確かにそうなんでしょうね。でもそこにビジネスの、うん、正義というかね、倫理というかね、私なりの価値観なんですけども、何でもいいから、悪名でも何でもいいから、無名よりはマシだとか言って、自分が儲けたいがばっかりに悪名を利用するっていうのは、結局は人を騙したりとか傷つけたりすることになるんじゃないかなと思って、私はまあ、 そのぐらいだったら正々堂々と増えてやりたいなと思いますよね。で結局悪名を使ってね無名を出し抜こうとする真面目にでも無名のまんまでいる人に対してうやっぱりね悪名を堂々と使っていくっていうのはうん私はやっぱりこうビジネスってものをものすごくね嫌なものにするんじゃないかなと思うんですよね。うんまあ人の考え方っていうのは様々ありますんで俺はやらないよね。 っていうことと、そんなことをやるやつとは組まないよねっていうことだけでね。それは無名よりも悪名でなんでもいいや。儲けるのが勝ちだ。稼ぐが勝ちだみたいな人には、私はもう叶わないかなと思うんですよね。うん。まあ、少なくとも、あの、寿司をペロペロしてね、あれで有名になった、やった、みたいにしたりとか、実際自分は手を下さないけど、そういう人を利用して、なんかね、えー、なんか一本出し抜いてやろうみたいなのは、果たしてそれでいいのかなと。 うん、やっぱり、あの、悪名は悪名だなと思うんですよね。それは悪いだろうみたいな。ただし、ルパン三世みたいなね。まあ、ああいうアニメとかだったらいいんですけどね。実際に誰か被害者がいて、その人にケツを押し付けといてね、自分だけいい目に見ようとかね。うん、なんかそういうのあんまりへずまり言うですか。 あまり好かんですねやっぱね。まあでもそういうのを利用する人がいてね、うん。あの悪名を使えば儲かるんだ。まあ確かにそうなんだけどそうなるとなんかね昔俺暴走族やってたんだけど更生しましたみたいなのをなんかあれですよね <laughs> ネタにするようなね最初から最後まで真面目な方がいいだろうと思うんですけどもなんか悪い人が普通になったら 別にマイナスがゼロになっただけなのにすごくいい人に見えるっていう錯覚を利用する。まあそれもビジネスっちゃビジネスなんですかね。なんかそれがまかり通るようになってしまってなんか寂しいなと思いますよね。うん。なんか生活保護に対するバッシングにもつながるのかなと思っちゃうんですけどね。どうですかね。うん、まあいろいろ考えながら自分なりの筋を通していきたいなと思うばかりでございます。 まあ、ヘズマリュウは、うん、やっぱクまクマ、組みたくないね。やっぱね、それが生涯のお手になるかな、と思っちゃいますね。まあ、いろんな考え方あるんで、それをやる人をどうこうとは思わないけども、そういう人とは組みたくないかな、っていうふうに、今は思っちゃいますね。なんかね、私の安っぽい正義感が <laughs>、そこにあるのかなと思います。ということで、いってらっしゃい。